実はですね、この間、おととい、もうこれも全部正直にちゃんと話します。おとといね、3日前かな、幻冬舎のね、箕輪さんに呼ばれてね、ご飯に行ったんですよ。で、まあ、上場企業の社長さんとかもいて、みんなでご飯を食べたんですよね。で、まあ、そこで言われたんですよ。美咲さん、反社ですよねって言われました。で、僕でも新潮の裁判もう出るし、反社じゃないんですよって言ったんですね。そしたら、いや、美咲さんは反社ですって、箕輪さんが言うんですよ。なんでそんなこと言うんだろうなって思って、なんで箕輪さんそんなこと言うんですかって聞いたら、いや、美咲さん、反社と戦ってたじゃないですかって言われたんですよ。それがですね、これですね。ブレイキングダウン。で、この戦いで、まあ、久保田さんっていうね、久保田さんに、まあ、僕負けちゃったんですけど、まあ、いい戦いでした。僕は本当に楽しかったし、やってよかったなと思うんですけど、まあ、久保田さんは別に反社じゃないと思うんですけど、入れ墨をね、入れてね、やっぱ怖そうじゃないですか。だからそういう人と、戦ってたら、美咲さんも反社だと思われますよって言われて、まあ多分箕輪さんも冗談で言ったんですけど、まあちょっと笑っちゃってですね、そんなこと言ったら、じゃあその反社と戦った反社会勢力の青汁と今ご飯食べてる箕輪さんも反社ですよって言ったら、そうですって言うんですよ。まあだから、もうこれを言い出したら、もう世の中反社しかいないですよ。はい。ということで、僕は反社なのかもしれないなって思ってきました。はい。少なくとも、新潮社との裁判では反社じゃないってなりましたけども、最近の戦いで確かに反社ではないと思うけど、反社っぽい見た目の人にボコボコにされて、こんな顔になって一緒に写真撮ったんで、反社って言われたら反社なのかもしれないです。でももう何でもよくなってきました。もうここまで来ると。はい。で、まあそんなね、な感じでですね、もう何でもいいやって僕思ってきて、もう自分も反社でも何でもいいし、もうすったらアホでもタコでも何でもいいんですけど、頑張ってみんなに挑戦する勇気とか努力してる姿を見せようと心に誓ったところ、こんなになりました。こんな顔になっちまいました。